すいません。はい、どうぞ。あ、75歳おめでとうございます。でもママよ。あ、私、ありがとね、おめでとうございます。いいね、私、分かった。こちらが2丁目最高齢のお姉ママ、ようちゃん75歳。14歳の時にお姉に目覚めてから、すでにお姉歴61年。そんなようちゃんに最近ハマっていることを聞いてみました。私も銭湯よ。うん、銭湯が一番たくさんのおじいさんがいっぱい来るじゃない。だからようちゃんから見ると美術館に見えるわけだから、下がったりじっと見て、そういうことはできない。だけどほら、見るのはね、お金で当たり前だから、よく周り見ないと滑って転んじゃうからね。そんな言い訳しなくてもいいわよ。いや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 、すごいですよ、最後の方ね。ねえ、お姉じゃないですよ、もうおばあですよ。おばあね。さあ、紹介した3人のうち一人だけスタジオに呼んでる。さあ、一体誰が登場するんでしょうかね。早速お呼びしましょう。どうぞ。ありますもん、お一人でやってるところを朝通って。本当ですか。でも多分初期の頃だったんで、みんなまだこのなんか異物感として、あ、はい、あ、見たあかん、見たあかん、見ちゃいかんぞ、これやばいやつだ、見ちゃいかんっていう目線だったんですよ。いやでもね、この格好ってね、やっぱこう素敵な衣装ですよ、うんうん、まあでもみんな好きですけど、徳井さん一番好きなんです、うん、そうなんですか。何格好つけてんの。なんでそこでポーズつけるの。なんでか